タレント、関根勤む、71、が25日までに自身の YouTube チャンネルを更新。落語家、昭福亭鶴瓶、72、が、恐れている、超大物タレントを実名で暴露する場面があった。写真あり、鶴瓶が、関わりたくない、という超大物タレント。鶴瓶の話題になると、関根は、鶴瓶さんが、ある意味怖い芸能人。 として挙げていたのが、赤子シさんまさんでした、と告白。俺はあいつを嫌いになりたいけど、嫌いになれないんや、って。昇格師匠の弟弟,弟子がさんまさんの師匠なんですよね。だから関係で言うと、いとこ、なんですよ。すごく近いから、さんまさんも、兄さん、兄さんダブルコート。と遠慮なしにズバズバと言ってくるそう。鶴瓶さんは、バカにばかりしおって。 俺が兄さんって言いたいわ。って、あいつに会うと帯状疱疹が出た。って、今は関わりたくないって言ってましたね。とジョークを話していたと伝え、スタッフを笑わせていた。